どうもロッチュン TV です。本日はですね、ウマ娘プリティダビー、こちらのゲーム実況動画をやっていきたいと思います。で、今回はですね、ガチャ動画やっていきたいと思います。ピックアップ星雲スカイガチャに参りたいと思います。とりあえず100連いきます。出てくれ出てくれ。今回ね、まあ星雲スカイに関してはまたね、イベントとか見てとか育成のシナリオとかでね、まあどういうものがあるかによって変わってくるんで、ちょっとそれを試すために早く出てくれ頼む。今日の100円はどうかな。いつもあんますんなり出ないんだよな。どう？うん、これでも足でわかんのかな。クギタルが来た。うららちゃん、あー1回目虹投げいさそう。福来たる、どうよ。はい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 、に来たるね、に福来たる。10連20連、いやー頼む、早く出て早く育成見たい。あーちょっと渋い。まだ20連目だからって言っとく。どうすかね。ん、服来たる、服来たる。あれちょっと待って、いつもこの流れはまずいんだよな。いつもガチャ配信とかガチャ動画とかやるとね、服来たるがダブり始めると逆に服来たらないんだよな。別に服来たるが嫌いなわけではないんだけどさ。お、ウォッカに前抜き。ちょ、なんかね、ダブりが多いとね、このね、トイツバだな。またこいつが多いわ。待って待って待って、30連。あ、そういえばなんかさ、最近あったんだけどさ、ここでチャンネル登録よろしくって言っとかないとね。ガチャ動画以外も上げてるんで、チャンネル登録よろしくお願いします。高評価はどうなるかはね、ガチャ動画はちょっと微妙なとこだが。弱くない、弱くない。これは高評価か。ちょっと待って待って待って、30連服来たる。ちょっと待って、大丈夫かこれ。チケットね、チケゾーも結構かぶっちゃうんだよな。これ偏りだと思うんだけどさ。うわ、ちょっときつくない。ちょっと待って待って、あれすごい、あんこってるわ。40連目、どうかな、頼むって。マジですんなり出ないな。演出も弱い。あれちょっと待って、虹が出ないな。とりあえずまず虹っていう、その1段階目も出ないんだが、ちょっと待って待って待って、ちょっと待って、言おっか、ちょっと待って。いやマジきついぜ。服来たる、チケット、うららちゃん。ちなみに全部貫突というか星5なんですよね、まあ、貫突なんで、もうピックアップ以外外れガチャになってきてるんですよ、私の場合は。ですけどね、ちょっと廃課金してるもんで、まずいっすよこれは。あれあれ、ちょっと攻略できないんだが、星雲スカイ。もう固有もさ、強いよ。じゃあ言ってみたら、もう別に下げない。青のね、金回復があれば、金の回復があったらマジよかった。成長率とかもあるけどさ、あるけどさ、あるけど固有はまあ別に強いし、ちょっと距離とかね、レース上変えれたらね、マジ派遣キャラの可能性ある。発動タイミングなんだよね、前回言ったけど、まあ、それについては詳しくは、今日挙げた1本目の動画ですね、それ見てください。ほんと発動タイミングなんですよ。でマルゼンスキーと全然違うとかね、いろいろ言ってるんで、一見マルゼンスキーと似てるように見えるかもしれないんですけど、全然違うんで。欲しい欲しいけど、一応光ってるが、上がキラ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 。いや待ってくれ、っていうか待って待って待って、違う違う違う、ピックアップ以前、服着たる、ピックアップ以前。ちょっと待って、滝音、服着たる、やばい、リーチ、服着たるもう一枚。おわっと、どうせなら一緒に大波乱起こしてみません。
大波乱来た、はっしゃ釣り始まった危ねえ、全然虹の音沙汰なかったけど、え、これが固有スキルなのかないきなり釣りし始めんので、このさ、青雲サミングって何かって思ってたんだけど、これなんか釣りのサミングっていうのがなんかその親指でなんかやるやつがあるらしいで、マジでちょっと意味わかんなかったんだけど、固有スキルのね、そのカタカナのやつも釣りのやつっぽいね。もうググったもん、わかんなすぎて。ということで、セーンスカイありがとうございます。ちょっと育成これから見せていきたいと思うわ。いや、どうなんだろうね、実際。ちょっと100連までは引いちゃいましょう。いや、ここで2枚抜きとかしたらね、もう全然勝ちよ。60連で出たのかな。いや、まあマジでピックアップすり抜けなかったのが本当ありがてえわ。すり抜けたら全部俺クローバーになっちゃうんすよね。もうあんまりレートが良くな い, いや、その点でマジで助かったわ。まあ、あとね、今回ヒクビッカはまだまだ俺もね、育成してそのいろいろとね研究深めていくんで、それ見てからでもいいと思う。ガチャの期間もね、まだまだ始まったばっかりですし、まあ私の動画を見てもしかしたらなんかね、やっぱ強えわっていうかもしんない。うららちゃんアンコッタ70連と、やっぱ強えわっていうかもしれないしね、わからんがいや、マジでな、どう思う、ちょっと性能について書いてほしい。まあ強いんだけどな、固有は強いよ、強いけどさらに強いのがいるって感じなんだよね。まあ、ジェミニハについてはまだまだね、言いたいことあるんで言っていきます。あ、でもさ、これさ、1枚かな、100連でチケットがすごい。え、危なく死ぬとこだったんじゃない。80連で虹がまず1個しか出てないから、確率負けてるよ。まず虹が出る確率という面では90。いや、ほんと死ぬとこだったでしょこれ。1枚出たからね、まだ負けてないというかね、死んでないから助かっているが、ないかな虹。え、ピックアップだからよかったものの、ちょっと恐ろしいな。恐ろしいんだよな意外とね、ガチャね。ちょっと言いたいのはさ、お、ちょっと言いたいのはさ、星1星2キャラ増やしていいと思う。マジで配布でもいいから、イベントキャラでもいいから、ハッピーミークでもいい。なんなら3ばっかりだとね、やっぱね、育成マウスに増えなくて、まあ飽きちゃう人がいるかもしれないと思う。まあ、あともう一個言いたいのがさ、まあ、ガチャゲーにしちゃうと、もうガチャでさ結構疲弊しちゃうからな、そこら辺ちょっとね変えてほしいっていう感じです。ということで100連目いきたいと思います。ラスト、いや、ギリギリピックアップ来たからね、首の皮1枚つながったというか、ギリセーフ。100連で1枚なのか。さあラスト100連どうなる。とりあえず虹が見えない。そんな感じで100連で1枚か、ギリギリだったな。よかったらね、チャンネル登録まだの方はぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。ギリだったか、聴覚はあるか。ゴルシ、まあ、ゴルシがやっぱ救いだよ。ということで、のっちん TV でした。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではまたな、バイバイ。